はい、スパチャンネルです。今日もね、アルケランド動画撮っていきたいと思います。はい、今日やっていくのはですね、このイベントがたくさん来ている中で、ヨヌーカネって読むのかな、これ。これのちょっとね、説明をね、させていただこうかなと思います。イベント期間が7月4日の10時から7月24日までなので、まあ、3週間ぐらいあるってことかな。20日間かな。まあまああるんですけど、結構ね、ウィークリーでもらえる報酬とかもあって、時間制限も多少あるので、ちょっと注意点が必要ですので、まとめていきたいなと思います。はい。で、これはね、何でしたっけ、うつせみとガブリエルの、まあ、クエスト、まあ、ストーリーですね。ストーリーがあって、それプラス、ボスのね、チャレンジイベントみたいなのがあるという形になっています。で、まずこのストーリーの方ね。ストーリーはね、これ時間で解放されます。今1と2が解放されていて、7月6日以降にこういうふうにね、3つ、残り3つ解放されるんですが、今、自分はですね、2の3まで、クリアできるところまではクリアしてます。で、これね、スタミナが必要です、クリアするのにね。で、もう1回やるときはスタミナは必要ないんですけれども、まあ、クリアすることによって、ダイヤと、このアンロックってなってますね、こういった供物、これをもらえます。で、これどういうシステムになってるかっていうと、まあ、ストーリーをまあただ単に進めていくと、ステージ報酬のアイテムと、さっき言った供物と、この種っていうのかな、これが、ゲットできます。なので、完全にね、ストーリーとチャレンジモードって2つあるんですけど、それが独立しています。で、ストーリーモードでクリアしてもらえる種と供物を、このチャレンジモードの方で、使うことによって、チャレンジ報酬のボスのレベルだったり、ボスのスキルだったりを調整して、なるべく大きなポイントを叩き出すことによって、そのランキングっていうのにも反映されて、まあ、言った仕組みになってます。で、今の段階だと2の3までクリアすると、まあ、チャレンジが解放されるんですが、この悪のね、ニヌルタっていうのがボスになっていて、これを倒す時のスピードとかね、そういったものでポイントのランキングっていうのが生まれます。で、まずはこのチャレンジモードで、この種と供物か、これがストーリーでをクリアすることによって、いろんなね、種と供物っていうのが、ゲットできます。で、それをこのチャレンジの方に、使うことによって、ボスのレベルとボスのスキルっていうのを自分で選べることができます。はい。で、要はボスを強くして倒すことによって、ポイントが、多くもらえると。で、そのポイントの高さを競うみたいな、そういったね、要素がありますね。はい。ここに書いてあるように、ポイントは種のレベルと供物の数によってボスを撃破した時の評価が変わります。ボスを撃破した速さと味方の死亡状況も評価に関わります。最高記録によって報酬を獲得できると。で、ポイントは種と供物の組み合わせ、ターン数、生存者数によって決まります。種レベル、スキル数が固定の場合、ターン数が短く、損失が少ないほどポイントが高くなる。最高記録によって報酬を獲得できますという形ですね。で、これね、自分もね、ちょっとやってみたんですけど、これ本日残り、相当回数が5回ってなってますけど、これ相当できるわけじゃなくて、チャレンジできる回数が5回ですね。で、これもスタミナを3、1回で30使いますので、まあ150かな、フルでやるとね、スタミナ使うんですが、1回1回、まあ、チャレンジしていって、ポイントを出していくみたいな形になってます。で、この上のここが種で、これステージでゲットした種なんですけど、これ多分おそらくステージが、先に進むにつれて、このレベルが高い種っていうのが出るんだと思います。レベルが20って、簡単に言えばボスのレベルだと思いますね。なんで、自分は今日はレベル30の方を装備してやりました。で、レベル20と30はボスのレベルが違うことと、あとスキルがこれ1と2と1、2、3ってあると思うんで、種の2の方がスキルをね、3つ、入れることができます。で、このスキルっていうのがちょっと分かりにくいんですけど、多分ボスのスキルですね。まず種をセットして、ボスのレベルと供物の数を、選択して、ここにこのスキルを入れる。で、これも今のところスキル3つしか、ストーリーをクリアすることによってもらえるんですけど、3つしかないので、結局入れられるスキルは3つですね。はい。で、今後多分これもどんどん新しいのが出ていって、要はスキルを自分で調節して、それで難易度を自分で設定するっていう、多分そういう形です。これも要は外すと、ほら、獲得できるポイントが下がるんですよね。だから難易度を自分で設定できるっていう感じで、今自分はこの種をレベル2にして、
供物を3つ、持ってる3つを全部入れると獲得できるサイコポイントが4158ですよと、まあいう形になってます。で今、4回やって3719っていうのが今のところ自分の最大ここね、ポイントで、このランキングっていうのがありますね。でランキングによって、まあ、かなり下がっちゃってますけど、どんどんこういうふうにランキングが反映されて、という形になってます。でそれとは別にこのミッションっていうのがあって、これ何かっていうと、このウィークリーミッションとチャレンジミッションっていうのがあります。でこれはこのボスを戦った時に両方もらえるんですけど、このウィークリーミッションの方で、限定武器スキンですね、まあ武器じゃないんですけどスキンがもらえるので、これは注意、しっかりやりましょうと。でこれね、やっぱりチャレンジミッションじゃなくてウィークリーミッションの方に入ってるので、ミッション終了までが残り5日ってなってるから制限時間があるので、ここは注意ですね。このウィークリーミッションはしっかりやるようにしましょう。でミッションの内容によってもほら茎とか何こういう歯とかを設置してニルルタを撃破とか、そういうねミッションがあるんで、それぞれをしっかりこなしてこのスキンは取りましょうと。でその前にも幻の雫兜がありますし、これは絶対にやった方がいいですね、はい、これマストですね今回ね、はい。でチャレンジミッションに関して言うと、まあこれはそんなに急がない、期間限定とかっていう、まあ残り何日ってないので、このイベントが開催されている中でやればいいんだと思うんですけど、これもほら種のレベルが50とかなってくるんで、ストーリーをクリアすることによってそういった進んだ種っていうのかな、そういうのがどんどんゲットできて難易度を上げていけると。でそこで倒せばこういった報酬ももらえますよという形になってますね、はい。ルーンももらえます。であとこのポイント報酬かな、これも、獲得ポイントが今3719だから、歴代で最高ポイントがこれに反映されるんだと思います、はい。だからステージが進むにつれてポイント数っていうのは、叩きやすくなると思うので、まあ最終的には1万2000か、まあでもこれゴールドだからね、まあこの勲章、このバッジを取るんだったら8500、そこまでは目指した方がいいよっていう形ですね。あ、これあれか、こっちは剣闘士があれだね、うつせみ用のルーンで、さっきのあれがガブリエル用なんだね、こっちがね、そうですよね、うん。だからルーンもしっかりうつせみとガブリエル用にくれるという、めちゃくちゃ親切の感のあるイベントになってます。でこのねストーリーも良くて、ストーリーで実際にうつせみとガブリエルを使うことができるので、これ早めにやって、まあ本当にガチャ引こうか迷ってる方がいたらですね、やってみるのがいいと思います、はい、はい。ということで本日はですね、ヨヌーカネの新イベントに関して、ざっとね、特徴ね、注意点など、話していきました。特にウィークリーミッションはですね、時間制限がありますので絶対に早めにやることをお勧めします、はい。ということで本日はですね、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。